こんにちは、コンサルタントの桑野正則です。今日このチャンネル初めてご覧いただく皆様、どうぞよろしくお願いします。そして、いつも波動チャンネルをご覧いただいている皆様、いつもありがとうございます。今日はパワースポットを紹介させていただきます。結構ご質問あったりするんですよね。桑名さん、お気に入りのパワースポットを教えてくださいとかね。そんな中、この4月ですよね。2024年の4月に行ってきたんです。行ってきてね、これ見えます？スプーンがぐにゃーって曲がってるでしょ。これそのパワースポットで、やってきたんです。で、結構硬いね、スプーンなんですけれども、そこ行くと軽々とぐるっと回る。力任せにね、こんなことはできないですけれども、そこ行くとね、スッと曲がるんですよね。それだけエネルギーがすごく出ている場所で、で、そこ行かれるとなんかね、疲れている時とかだったら、疲れている時ってネガティブなエネルギーを受けちゃったりするので、そういったものが浄化されますし、何かエネルギーとかパワーチャージされるので、何かこれから目標に向かってやっていくとかね、何か決めたことを達成するとかね、そういった前には行ってパワーチャージとかね、していかれるといいかなと思います。そんな場所で、そこの場所があるために、それにまつわるすごいお話とかもあるのでね、そんなことも含め今日はお伝えをしていこうと思いますので、ぜひ行ってみてください。はい、でスプーンね、曲げてみてください。はい、でこのチャンネルでは波動というものを使って願望を実現したり、自分らしく生きたり、幸せに豊かに生きたりといった、そんなコツをお伝えをしておりますので、よろしければチャンネル登録いただければと思います。で、早速本題なんですけれども、パワースポットですよ。パワースポット、まあ古来からあの日本人ってそういうね、エネルギーを感じるっていう能力があるんですよね。だから東北の震災でも、まあ神社ってね、パワースポットの上に建てるんですよ。神社っていうのは大体パワースポットの上に立ってるんですよね。で、東北の震災では津波の最終到達地点たどっていくと神社がいっぱいあるっていうね。だからその地域をその神社のパワースポットで守ってるっていうね、そういう側面があるんです。で、今日もうね、早く教えろやって思ってる方いらっしゃると思うので、お伝えすると、今回行ってきたのがですね、阿蘇プラザホテルというね、阿蘇プラザホテル。SNS とかもメディアとかでもたびたび取り上げられている場所なので、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、阿蘇プラザホテルっていうホテル、そちら後で動画出しますので、そちらご覧いただければと思います。まあこの動画内でどういうところかを紹介するので、そちらご覧いただければと思いますが、先に言っておくと、その阿蘇プラザホテルの敷地内に場があるんですよ。大きな石があって、でストーンヘンジみたいなね、そんな場所があるんですよね。そこを行くとですね、もう全然空気が違うし、エネルギーが出てるんですよね。そういう場所があります。それぜひ、もうすぐね、調べられると他の動画とかもあると思いますが、そこでスプーン曲げっていうのをやってるんですよね。でそういうパワースポットってやっぱ大事で、そのホテルのオーナーさんにいろいろお話を聞いてきたんです。まあその動画はないんですけど、で阿蘇そのホテルでは、その地域でね、昔ね、川が氾濫したことがあるんですよね。川が氾濫したことあって、で阿蘇プラザホテルでは美術品がいっぱいあるんですよ。なんか先代がそういうのがお好きな、まあ風流な方なんでしょうね。美術品がいっぱいあって、そういうの集められてたみたいで、それって館内にも飾ってるんですけど、その洪水の時に 1.5 メートル浸水したらしいです。 1.5 メートルってね、人の身長ぐらいですけれども、浸水しちゃったんですって。そしたら美術品全部流れるじゃないですか。流れたんだけれども、館内にある美術品は一つも壊れなかったらしいです。すごくないですか？それともう一回、今から確か8年前ぐらいに熊本地震っていうのがあったんですよね。熊本城の石垣が崩れたりとか、その地震があった時、そのオーナーさんも、ああ地震だと思って、で、今回のその地震すごい揺れたみたいで、揺れたので、美術品とか壊れるだろうなと。で、そうしたら被害総額もね、すごいじゃないですか。で、壊れるだろうなと思って、ちょっと揺れが収まった後見に行ったらしいです。
そしたら皆さんも答え分かってると思いますけど、美術品は一つも崩れ、あ、ちょっと待ってくださいね、一つも壊れなかったらしいんですよね。そうやって守られてるっていうのをすごく実感するというのを言われてました。その大元になっているのが、その阿蘇プラザホテルが持っているその敷地内にあるそのパワースポット、それがあるおかげで阿蘇プラザホテルは強力に守られてるっていうね、そういう場所なんですよね。で、ちょっと話は変わるんですけれども、その近所に、阿蘇神社っていうのがあるんですよ。行かれたことある方もいらっしゃると思うんですけれども、阿蘇神社、まあ九州以外の方はあんまり行かないですけどね、阿蘇神社っていうのがあって、で立派な門があるんですよ。で、今回ね、参拝させていただく、ご挨拶させてもらったんですけれども、すごい素晴らしい場所でね。で、その阿蘇神社もその熊本地震の時にすごい被害を受けて、でこの門がね、今修復されて立派な門になってるんですけど、これが一回全部崩れたらしいです。崩れたんだけれども、神様がいらっしゃるお社だけ、お社は崩れてないですよね。やっぱエネルギーのある場所、先ほどね、東北の震災で、そこまで、で津波が止まったって話もしましたけれども、何かあったりするんですよね。何かそういうパワースポットっていうものには、そんなエネルギーがあって土地を守っているというね、その地域ではその阿蘇神社がの山門が崩れることで、地域は守られたみたいな、そんな話もあるみたいでね、そういう、そうやってなんかパワースポットっていうのは地域を守ったりとか、そういう力があるんですよね。まあ、そのお裾分けをちょっとね、いただける場所が阿蘇プラザホテルなんですよね。その場所をちょっと紹介しようかなと思いますので、そう、阿蘇プラザホテルってこういう場所ですよっていうのと、それとそのパワースポットのその現場ですよね。その動画を撮ってきたので、ちょっとご覧いただければと思います。それではどうぞ。こちら阿蘇プラザホテルの正面の入り口になります。すごくのんびりした場所にあるんですけれども、こんなすごい立派なホテルなんですよね。立派なホテルで、僕もともと、もっと古いのかなと思ってたんです、行く前はね。でも行ってみるとすごく立派で、館内もすごく手入れが行き届いてて、しかも温泉もあるのですごく癒されましたね。ゆったり過ごすことができました。で、入っていくとロビーもすごく綺麗で、向こうに庭園が広がってて、すごく綺麗なんですよね。で、入ると、美術品が、先ほどお伝えした美術品がいっぱいあるんですよ。こんな像とか、下に壺があるじゃないですか。こういうのが至るところにあるんです。これらが、地震でも洪水でも、全然壊れなかったというね。そうやって守られてるからなんだろうな、というのを感じましたが、この奥が庭園になってますよね。で、次、このパワースポットの紹介です。パワースポットのスプーン曲げ体験っていうね、こういう案内がありますね。このスプーンですよ。ぐにゃぐにゃですよね。これ過去やられた方がこれを曲げたんだと思うんですけれども、そんな案内が、こちら、ロビーの一角にあります。はい。で、このスプーン曲げ体験なんですけれども、受付は隣の建物のショップカフェ前っていうの書いてますが、そちらで、これ案内ですよね。できます。はい。で、これが先ほどのスプーンです。ぐにゃぐにゃですよね。すごいですよね。で、1回1200円。まあ入場料とかね、そんなんで、かかるというね。で、こちら、そのパワースポット、奥にですね、中央ぐらいにストーンヘンジみたいなのあるじゃないですか。これ部屋から撮った写真なんですけれども、そこがパワースポットになります。もうちょっと拡大したのがこれ。大きな岩が2つあって、ストーンヘンジみたいに円形になっているところがあって、そこです。そこで曲げてきた映像がありますのでね、これです。ここ降りた映像ですけれども、これが先ほどの大きな石です。しめ縄があるんですけれども、この間でスプーンを曲げます。間ですごくね、パワーチャージされますのでね。そしたら先ほど冒頭でお見せした、こちらですよ。このスプーン、ここで曲げたんですよ。ぐにゃーってなってね。ここで曲げた。で、奥進んでいくと、岩がですね、8個。円状に配置されたストーンヘンジみたいなね、そんな場所があるんです。それがこちらです。すごいですよね。この間も入れるんですよ。この間も入れますし、この時期は4月で緑も青々として綺麗でしたね。はい。こういう場所があります。ここ。いいですよね。
気持ちよかったですよ。まあ周り奥の方に民家もあったりするんですけれども、こういう場所が街中にあるんですよね。でこの奥にあるやつ、奥にあるオレンジ色のものと茶色いものが阿蘇プラザホテルです。結構敷地広いでしょうね。いろんな部屋があって、温泉もあってすごく過ごしやすかったです。でこちら逆側から見た先ほどのパワースポットの大きな石、しめ縄飾ってますけれども、こういう場所があって、この間で、スプーンを曲げたんですよね。はい。本当、すっきりしますし、エネルギーもね、チャージされるのでね、ぜひ、行ってみていただければと思います。はい。僕が、今回行ったパワースポット、阿蘇プラザホテルの敷地内に、こういったパワースポットがあります。はい。奥に見えるのがストーンヘンジですね。はい。はい、いかがだったでしょうか。すごく素敵な場所で、のんびりもしますしね。で、芝生のところも気持ちいいので、ただしあそこ、私有地になるので勝手に入らないことがすごく大事です。阿蘇プラザホテル、受付があるので、そこで、きちっと言って、入場料がいるんですよね。やっぱね、あそこね、多くの人が行くとですね、そこにマイナスのエネルギーも溜まったりするんですよね。で、それを、オーナーさんとか、まあ、ホテルの方たちが清めたりとかもされてる。結構手を入れてるんですよね。まあ、そのためにはやっぱりお金もかかるので入場料もらってるというね、そんな感じにもなるので、でも入場料以上のなんだろう、お清めとかエネルギーチャージとかなされるのでね、ぜひ行ってみられるといいなと思います。それと裏話なんですけれども、行った時に撮影しようと思ったんですけれども、ある男性がいらして、やっぱね、地域ではやっぱ有名なんですよね。ある男性がいらして、ずっとスプーン曲げようとしてるけど曲がらないですよね。でオーナーも言われてたんですけど、曲がらない人はたまにいらっしゃると。で、すごく意外に筋骨隆々のすごいもう力のありそうな人が曲がらなかったりするというね。しかも男性が多いんですよ。男性が多いで、行った時にその方ずっと曲げようとしても曲がらないですよね。で、あとはどういう人が曲がらないかというとね、頭で考えすぎの人、頭でここが視点でとかとか、頭で考えすぎたりとか、力が入れてたり、だから筋骨隆々の人って何でも力でやろうとするので、力を入れるとね、エネルギーはねこもらない、流れないですよね。だからその地のエネルギーを受け取れないんです。だから曲がらないです。で、頭があって考えすぎててもエネルギーって流れにくくなるので、うまく曲がらなくなるんですよね。だから大事なのは曲がると心の中で受け入れて、で、スーッとリラックスして、まあ、深呼吸でもいいのでリラックスして、スッと力を抜いてスーッと曲げると曲がるんです。それその場の地のエネルギーっていうのが通りやすい状態なんです。リラックスするとね、そのエネルギーでスッと曲げると曲がりやすくなるというね。実際僕もエネルギーワークとかしてるんですけれども、やっぱりね、いろんなことを考えすぎてるとエネルギーって流れにくくなって、浄化力って落ちるし、筋骨隆々の人とかなかなかエネルギー使いこなせないっていう部分があるので、だから力を抜くことね、力を抜いて余計なことを考えない。あと疑ってると曲がりにくいですよね。信じるっていうことも大事なので、ぜひ行かれた方はこのこと、リラックスすること、変に考えすぎない、そんなことも注意事項として覚えておいていただくといいかなと思います。で、阿蘇プラザホテルの情報はコメント欄に貼り付けておきますので、ぜひ、チェックして、行ってみられてください。もちろんスプーン曲げっていうね、アトラクションとして体験するっていうのも、ありですし、自分の状態を整えに行くっていうのでもありなので、まあ行ったらどうせならね、曲げられるといいかなと思いますけれども、これです。僕がやったの。これね、こんな感じになったりするのでね、ぜひ行ってみられてください。で、よろしければ過去に行った方とか、これからね行った方と、この動画のコメント欄に何かね、情報とかこうでしたよとか、そんなコメントをいただければ嬉しいなと思います。今日のこの動画では、最近行ったパワースポットで阿蘇プラザホテルに行ってきましたので、紹介させていただきました。ぜひ行ってみられてください。
で、LINE とメルマガではウィークで毎日メッセージをお送りしてます。願望実現の話や波動の話やメンタルの話、そんなメッセージをウィークで毎日お送りしてますので、よろしければ LINE もしくはメルマガどちらでもいいのでご登録ください。登録先は概要欄に貼り付けておりますので、概要欄をチェックして登録いただければと思います。そして、今日のこの動画良かったなと思われる方は、今日のこの動画で、なんか阿蘇プラザホテルの情報とかお持ちの方はですね、コメント欄に書き込んでいただいたりとか、行ってよかったよっていう方はぜひ教えていただければと思います。そして、今日のこの動画良かったなと思われる方はチャンネル登録といいね、高評価ボタンを押していただければと思いますし、お友達で必要としている方がいらっしゃればぜひお友達にもシェアをしてあげてください。で、このチャンネル、このチャンネルは登録者20万人目指しておりますので、ぜひお力お貸しいただければとても嬉しく思います。はい。それでは今日はですね、おまけのお話なしで終了させていただきますので、以上で終わらせていただきます。今日のこの動画もご覧いただきましてどうもありがとうございます。それでは失礼します。ありがとうございます。